誰かを基準にするのではなくて、前の自分を基準にして昨日の自分を超えていく。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は筋トレ初心者が守るべき5つのポイントについてお話したいと思います。まず一つ目なんですけれども、タンパク質をしっかりとる、これはとても大事になってきます。普通の食事でですね、肉とか魚とか卵を十分に食べるようにしてください。まあ、よくラーメンライスみたいな糖質炭水化物ばっかりの食事をする方が多いんですけれども、そういうものではなくて、ちゃんとタンパク質が含まれる食事、肉魚卵、この3つのどれかが食事に必ず含まれるようにするということを心がけてください。そしてプロテインも大事です。初心者のうちからプロテインが必要かっていうと、ちょっと疑問に思う方もいるかもしれないんですけれども、実はプロテインってですね、普通の人が健康でいるためにも必要なものです。一般的な食事だけでは実は十分なタンパク質取れません。一般的な方、トレーニングしていない方でもタンパク質が足りないわけですから、トレーニングして筋肉を増やしたいという方はさらに必要になります。ですので食事でタンパク質を増やすということの他に、ちゃんとプロテインも飲む、これも大事になってきます。食事のタンパク質、そしてプロテイン、まずこれを押さえておいてください。そして次なんですけれども、トレーニングですね。トレーニングにおいてはとても大事なのがフォームです。どうしても YouTube を見たりだけでですね、トレーニングしていきますと自分のフォームなかなか確認できません。 YouTube のトレーニングしている人はすごくみんな結構かっこよくですね、ちゃんとした綺麗なフォームであって筋肉に効かせられているんですけれども、同じようにやっているのに全然筋肉に効かないという方結構多いと思います。そういう方の場合、まず自分のトレーニングを動画で撮ってみてください。動画で撮って YouTube のちゃんとした人のフォームと比較する、そうするとどこが間違ってるかが分かると思います。もちろんちゃんとジムに行ってですね、トレーナーに指導してもらうのがベストなんですけれども、なかなかそういうこともできないという方は、まず自分のトレーニングを動画で撮る、そしてフォームチェックをするということが大事になってきます。そしてそれと関連したことなんですけれども、筋肉にはオーバーロードの原則というものがあります。オーバーロードというのはだんだん負荷を強くしていかないと発達しないというものです。筋肉というのはストレスに適応して強くなっていきます。ですので毎回同じようなストレスですと、もうそれに慣れてしまう、適応する必要がないということで発達していかないんですね。ですのでできればストレスを強くしていくということで、重量を少しずつ増やしていく必要があります。1年経っても80キロでトレーニングしていた、全然重量が変わらない、それだと全く発達はしません。ただここでポイントになってくるのが先ほどのフォームのところなんですけれども、重量を伸ばしたいがためにフォームが犠牲になる、それが一番いけないことなんですね。ですので正しいフォームで、かつオーバーロード、少しずつ使用重量を増やしていくということが大事になってきます。ですのですごく重い重さでできるようになったなと思っても、めちゃくちゃなフォームでやってることが結構多いですので、必ず定期的にですね、自分のトレーニングのフォームを動画で確認する、あるいはジムで誰かにチェックしてもらう、そのようにしてください。そして4つ目です。やりすぎない、毎日トレーニングしないということが挙げられます。どうしても初心者のうちはですね、なんというか他の方と比べてしまってやりすぎてしまう、早くあの人のようになりたいみたいな感じで焦って毎日のようにトレーニングしてしまう方とても多いと思うんですけれども、それではいけないですね。筋肉というのは休んでる時にこそ発達していきます。ですので毎日トレーニングしても発達がゼロというわけではないんですけれども、非常に効率が悪い、発達のスピードが遅くなってしまうということがあります。ですので筋肉はちゃんと休めてあげる、これがとても大事になってきます。初心者の方は1日に全身やっていいです。全身のトレーニングをして、2日ぐらい休んでください。そして3日目にまたやるという感じで、中2日、3日に1回のトレーニング。だいたい週2回ぐらいのトレーニングで十分です。これをまずやるようにして、トレーニングしない日はしっかりと休む。これが筋肉を増やしていくためのとても大事なこと。実は中級者、上級者になっても言えることなんですね。上級者になってきますと、本当に毎日ずっとトレーニングするような人結構多いんですけれども、そういう方ってなかなか体が変わっていません。それは休めていないからなんですね。ですので、ちゃんと筋肉を休めてあげるということが4つ目のポイントになります。そして最後に人と比べない、これはちょっとメンタル面でもあるんですけれども、自分が伸びているかどうかということが一番大事です。人と比べてその人を超えられるかどうかではなくて、昨日の自分を超えられたかどうか、
それを指標にしてください。例えば昨日の自分をですね、1キロ超えることができた。昨日は80キロだったのが、今日は81キロ上がるようになったというような感じでいけば、まあ極端なこと言えば1年で365キロ伸びるわというわけです。ですので、例えば今80キロのベンチプレスの人が100キロベンチプレスやってる人を見て、早くこうなりたいと思うのは自然なことなんですけれども、80キロから一気に100キロにしようとすると逆にやりすぎになってしまうんですね。筋肉は休めてあげなければいけません。もし1ヶ月で 2.5 キロ伸ばすことができるのでしたら、80キロの人が4ヶ月したら10キロ伸ばして90キロになる。8ヶ月後には100キロ上がるようになるということです。1ヶ月 2.5 キロペースでもその100キロの人に半年ちょっとで追いつけるというわけですので、無理をしないでですね、誰かを基準にするのではなくて、前の自分を基準にして昨日の自分を超えていくというようなことを考えていくと良いかと思います。それでは Q&A の方に移りましょう。スクワットの重量を伸ばしたいです。どのような重量設定でトレーニングすれば良いのでしょうか。例えばベンチプレスでは3から5レップの高重量とよく聞きますが、スクワットも同じ考え方なのでしょうか。ということですけれども、よくウェイトリフターですとかパワーリフターがやっている方法として 5-3-1 方法というものがあります。ある週は5回できる重量、次の週は3回、その次の週は1回という感じでだんだん重さを変えていくんですね。このような方法もありますし、普通にピーキングと呼ばれる方法もあります。ある週は10回ぐらいできる重量、次の週はちょっと重くして8回、その次の週は重くして6回、重くして4回というような感じですね。トレーニングごとに回数を減らしながら重くしていくというような方法、いろいろと伸ばしていく方法あります。ただ一番伸ばしやすいと言いますと、レップスとしてはだいたい5レップスぐらいがスクワットの場合でも伸ばしやすいと思います。まあ、ウェイトリフターの場合なんかですと3レップスぐらいで筋力を伸ばしていくということが多いんですけれども、まあ、ウェイトリフターではなくて普通のトレーニングをしている方でしたら、筋力伸ばしていくという点では5レップスぐらいを目安にしてやっていくと良いかと思います。ただその5レップスがギリギリではいけないです。だいたい5回ギリギリできる重量というとマックスの 90% ぐらいになるんですけれども、そこまで重くしなくていいです。マックスの 85% ぐらいでいいです。マックスの 85% だとだいたい7回ぐらいできるんですけれども、その7回できる重量で5回でやめる。それを何セットか3セット4セットやっていくんですね。そのようにすることでスクワット実は伸びてきます。毎回毎回追い込むのではなくて、ある程度余裕を持たせたところでフォームをしっかり確認しながらやる。そして例えば4セットやるとしたら、最後の4セット目だけギリギリ5回できるというような感じでやっていくとスクワット伸ばしやすいと思います。4セットとも同じ重量でできたら 2.5 キロ重い重量でまた5回4セットやるというようにしていくと伸びると思いますので、ぜひこの方法を試していただければと思います。はい、今回は筋トレ初心者が守るべきルール5つ、そしてスクワットの重量の伸ばし方についてお話ししました。面白かった、興味が持てたという方はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。そしていただいたご質問の中からピックアップしてお答えしていきますので、気軽にコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。